動揺やら焦りやらがダイレクトで伝わるのと同じように、お前様の痛みもまた同じ割合でわしに通じるんじゃがな。もうちょっと我慢してくれ。命令があればわしは動くぞ。命令する。動かないでくれ。ふん、無茶を言うな。後で頭撫でてやっから。それでは足りんな。さらにその一段階上の儀式を要求する。へえ、そんなのあったんだ。ちなみにそれはどういう儀式なんだよ。頭を撫でるのではなく胸を撫でる。どうして大人バージョンの時にそれを教えなかった。変にしてよ。兄ちゃんを殴る私の拳の方が痛いよ。バカ言うな。痛いのは殴られた僕の体だ。兄ちゃんが私に勝てるわけないだろ。カレンちゃんが僕に勝てるわけないだろ。降参するなら今のうちだよ兄ちゃん。そのセリフは随分と遅い。拳が痛いから殴るのはもうやめる。